どもどもこんにちは、私です。今回は、どこに需要があるかわからない動画です。今期なんとなく金作が楽しくて1億貯めたので、そこまでのラグマン貯金を一気に受け取る瞬間を集めました。だいたい3週間くらいで1億貯まりましたね。この貯金はなんとなく貯めてたやつです。タスク報酬のウェポンケースのもあるので多いですね。あ、入りきらない。3900万。私自身動画のために装備代が結構かかるので貯まることほぼないので、ここまで貯まるのも珍しくてなんか嬉しい。次、これは確か夜うっつ金作で貯めた貯金ですね。さっきの貯金のお金1000万くらいはスタッシ拡張に使ったので、夜うっつの支出の低さがわかりますね。400万くらいはカスタム金作の収益だからほぼ支出なしの貯金。まあ一つ一つの単価がそこまで高いわけじゃないからこんなもん。一週間分の貯金なんですが、上限があったみたいで、この時気づいてないので受け取り忘れがあります。結構もったいない。次、これは夜ストリート金作の分ですね。多少敵がいて死んでたので少し減ってますが気にしないでください。物の単価が高いのでマジで夜ストリート金作が一番稼げますね。ここで1回の受け取り上限があることに気づいて波数を受け取ってます。ラグマン貯金に上限なんてあったんですね。初めて知りました。1400万も上限はみ出してる。夜うっつの時のもったいないですね。2回目の夜ストリート金作の貯金です。前回よりは少ないですが。800万。で最後、3日分の夜ストリートの貯金です。イエーイ、今期の目標1つ達成ですね。ちょっとラボが楽しくて動画にするのが遅かったですが、1億貯めたラグマン貯金の動画でした。おまけ、1億貯めたのでイエロー買います。ちなみに現在アプデもイエローの値段800万前後、300万の損失。まあ、稼げるから買うわけじゃないしいいけど。おまけに、1回目の夜ストリート貯金は砂糖貯金を売ったのも入ってます。多すぎて売りにくい。だいたい180個ほど今期は拾ってますね。密造酒を拾った砂糖じゃなくてわざわざ買って作ってたので、どうせならまとめて売りたくて、実際その方が利益になるし、今期はそこまで値上がりしなさそうだし、メンテ後で高いので売ります。終わり。